おはようございます。会長ととしくんです。イエーイ。今日は新入生が入ってくれたので新入生歓迎ライドということでね、宇治市にね来ております。ここは吉原駅というところなんですけども、ここから、まず海岸に出て少し走りまして、ゆったりと走って、その後お昼ご飯をつけナポリタンという富士のね名物を食べて、またここに戻ってくるというね30キロぐらいのルートになります。それではね、新入生もね、はい、楽しみにしていると思うので、としくん意気込みをお願いします。楽しんでいきましょういつもいつのも絶対気に入って違和感がすごい。呼吸すんじゃねえって言って締め付けてくる。ケイちゃんの締め付けが今回は撮影方法を少し変えまして、胸にカメラをつけて走るチェストマウントをつけて走りました。じゃあ行きますか。はい、お願いします。よし。あ、あそこだ。めちゃ雨が降ってきて、結構ね気温が下がってきた感じがしました。実際めっちゃ寒かったです。よいしょ。よしやす、ちょっとこの小雨止むぐらい中っていうか雨宿りします。でかい建物なんで。少し雨足が強まってきたので、どっか雨宿りできるところはないかなと思いまして、近くのメガドンキに一旦避難しました。したいんだったらもうちょい延長してもいいんじゃないですか。ああ、そうだよ、ここで。はい、言えそう。この時間に先ほど撮った動画の確認をしていたら、ほぼ地面しか映ってなかったので、ちょっとカメラの画角を変えようかなということで、ちょっと調整をしています。そう。安定の調整も終わって雨足がね遠のいてきたという感じだったので、走り出していきたいと思います。あ、ちなみにここを曲がって向こう方面行きます。ずっと直線、追い風かな。ずっと直線だからね、まあスプリントしてもいいよ。いや、僕はちょっとねカメラ心配だから、吹っ飛んでったら普通に行こうかな。すごいよ直線まあスプリントしてもいいよって言ったんですけど、せいぜい 100m とかそんなぐらいで終わるんじゃないかなと、まあ、甘い期待を抱いていたんですけども、思ったよりもまあ本気で右側を抜いていったので、ちょっとこれはまずいなということで、ちょっと焦っております。この雨はすぐね、止んだので、復興中のね、幸いでした。強いですね、雨が。やっぱ寒いわ。雨降ってやばいな。いや、出たね、50秒。ここから3キロほど走っていると、商店街の辺りまでやってきました。吉原商店街というふうにね、書かれていました。商店街の一角にあるこちらのカミレオンカフェ、まあ、58というのか58というのか、まあ、どっちかよく分かりませんけど、こちらで食べたいと思います。店員さんに撮影してもいいですかとね聞いたところ、快くあ、いいですよというふうにねお答えしてくれたので、皆さんに店内のね、ランチのメニューとかそういったものをね、一体どんなものなのかっていうのをお届けできたらと思いまして、ちょっとね撮影をさせていただきました。まあ、ジンジャーエールって言ったら、まあ普通はまあねそのまま入って出てくると思うんですけど、こちらはガラスの瓶に入った状態で自分で注ぐというね、ちょっとおしゃれな感じの仕様になっていました。ちゃんと取れなくなってきて、アイスティーもなかなか。
まあ、ガブシロップもついてきたので、シロップの量をね、お好みで調整できるので、すごくいいんじゃないかなと思います。あ、11g も入ってるんでね。それでですね、紙製、まあ、一見プラスチックのストローかなと思ったんですけども、なんかよく見てみるとね、中が紙でしたね。まあ、ピンボケしててちょっと全然わかんないと思うんですけど。竹原の方からしたんですよ。だって夏合宿の会議だと、ね、マッツーの車に乗せてもらって帰ってたんで、あっち側です、ね、今回ランチセットを頼みましたので、サラダとスープ、あとドリンクの3つがねついてきます。スープですね。あ、スープセットに全然差し上げこちらが、まあ、つけナポリタンなんですけども、桜エビと鰹節かな、そうっぽいですね。いいね。鰹節と言ってたんですけども、正しくは煮干しの削り節ということでした。ナポリタンをつけ麺にして食べるってなかなか斬新な食べ方なんじゃないかなというふうに思います。いいね。これ何だ。あー、これはお肉。あ、これ梅の梅肉。本当にランチの時間のメニューは豊富でしてね、何回来ても楽しめるんじゃないかなというふうに思いました。中にそうですね、トマトがあります。これがドライトマト、乾燥トマトって書いてありました。じゃあいただきます。はい、いただきます。自分もそうですね、うん、トマトがしっかり、うん、こうなんか口の中に広がるんで、とてもうまいですね。食感がなんかフレーク、フレーク、フレーク、なんかこうしっとりしてるフレークの中にこうシャキシャキとした、そんな感じです。すごいね、バランスがいい。じゃあここら辺からいただきますか。全部ついてきちゃう。うわー、混ぜればいいんじゃないですか。ちょっと、あ、そうだね、ちょっと混ぜてからちょっとね、こうね、こちらにしますか。こちらですね、麺にね、スープがすごく絡まってくれるので、味がちゃんとついててね、美味しかったです。インスタントみたいな。インスタントみたいな。あ、貝入ってる。おぉ、下にそうですか。ほんとだ。すごいね。しっかり絡めてから、うん、スープが絡んで、つけ麺みたいな楽しみ方もできますし、ナポリタンとしての味もしっかりしてたので、すごくね、あの食べていて楽しかったです。辛すぎない。なんかね、辛いんだけどね、あまり鋭い辛さじゃない。優しい感じ。まあ子供でも食べれる、食べやすい。うん。またね、店員さんから温泉卵を途中で麺に入れて、まあ、絡めて食べると美味しいですよというふうにアドバイスをいただいたので、ちゃんとつけ麺のテイストを生かした、はい、メニューの開発をなというふうな印象でした。つけナポリタンという、そうですね、ナポリタンをつけ麺にするという発想はなかなか素人では思いつかないと思うので、こういった食べ方をするのもまた食の楽しみ方の一つなんじゃないかなというふうに思いました。あっという間に食べ終わりました。食べ終わりましたので、今度は吉原駅に戻りたいと思います。この道の先に学南鉄道の吉原駅というものがありまして、学南鉄道の駅舎の中にコインロッカーがあったので、そちらに荷物を預けておいたんですけども、
そちらの荷物を回収しに戻ってきました。こちらは岳南鉄道の車両みたいなんですけれども、一両編成ですね。すごくデザインが可愛らしくて、乗ってても見てても楽しいんじゃないかなというふうに思います。では荷物を回収できたので、吉原はまあ富士市なんですけれども、ここから清水までせっかくなら走ろうということで走っております。新入生のメンバーはこの後用事があるということで少し早めに帰ったので、今回はですねいつも通り3人のメンバーで走っております。まあ、気づいたら40キロオーバーで走っていたので、すごい恐ろしいですね。これを本当新入生がいる時にやってしまうと、もう先輩としての威厳はほぼなくなるんじゃないかなというふうに思います。こちらドラゴンタワーというところまでね来ました。晴れていれば富士山と駿河湾が見えて、あとね富士の裾野の方ですね、街の様子とかも見れてすごい綺麗なんですけれども、今日はあいにくの曇りということで、ちょっと景色は望めないのでしばし談笑をしております。後ろに着いた瞬間にやばいと思って、踏んだらその反動が最後もうダメだったね、諦めたよねちょっと俺もそこの最後のところが超向かい風だった。なんかあ、ここに背中が飛びましたよ。よかったね。どこに立ってる。なんかもうちょっと前がなさ入れば真ん中。相当なことじゃない。富士川を渡りまして少ししたところにね海岸沿いを走るルートがありますので、そちらは今走っております。この辺りはずっと追い風だったので、まあ気づいたら2人はこんな風にして走っていってしまいました。だいたい30キロ後半で走ってたんですけども、あの速度差を間近で見せられたらもうついていくということは諦めるしかないといった感じでした。追い風なのでペダルを漕いでいなくてもある程度速度は乗ったまま快適に走ることができます。この2人は5月5日に袋石で開催されるツールドエコパに参加するので、少し気合が入っております。気合は十分です。清水駅に到着しましたので、ここで現地解散という風になります。天気は良くなかったんですけれども、新入生のメンバーと一緒に走ることができたのですごく楽しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあバイバイ。